キャスパー・キャップ・ウィラード・ワインバーガーは、アメリカ合衆国の政治家、法律家。リチャード・ニクソン政権で、第20代行政管理予算局長、第10代保健教育副市長官、ロナルド・レーガン政権で、第15代国防長官を歴任した。国防長官としては、歴代で3番目に長い在任期間を誇り、この間、レーガン大統領の時代では、冷戦時代のアメリカの国防政策、 戦略を指導した。特に戦略防衛構想の推進や、イランコントラ疑惑の際に訴追されたことなどが知られる。国防長官辞任後は、雑誌、フォーブスの発行人も務めたほか、イラン・イラク戦争時は、イラクのバーストを政権援助に、政府内で最も積極的だったにもかかわらず、2003年のイラク戦争開戦前には、サターム・フセイン政権の転覆を唱えるなど高派の、 論客として活躍した。このように強硬派として知られる一方で、1987年12月にワシントン DC で署名される予定であった、中距離核戦力全廃条約に反対の立場を取っているとされることについて、自身も特に否定しているが、国防長官就任当初最初に同条約の骨子を主張したのはワインバーガーである。 1917年8月18日に、カリフォルニア州サンフランシスコにて、ヘルマン・ワインバーガーとセリーズ、カーペンター・ハンプソン夫妻を両親として誕生する。父は、コロラド州出身の弁護士であり、母はバイオリニストだった。また、父方の曾祖父ナタン・ワインバーガーは、ボヘミア出身の東欧系ユダヤ人であり、母方の祖父母はイングランドからの移民で、 アメリカ成功会の信者であった。1938年にハーバード大学を卒業し、マグナクムラウデで学位を得る。さらに1941年には、同大学のハーバードロースクールを修了し、ホーム博士、専門職を取得する。同年がアメリカ軍に兵卒として入隊し、第41不評師団に所属し、太平洋地域に派遣される。終戦直前には、 アメリカ陸軍隊員に昇進し、ダグラス・マッカーサー帰化で情報担当の参謀を務めた。このような経歴を経て、ワインバーガーは早い時期から政治と歴史に対して関心を抱くようになった。特にイギリスのウィンストン・チャーチル首相から大きな影響を受け、チャーチルに対して特別な賛辞を送るようになり、後にはしばしば彼の言葉を引用するようにまでなった。 戦後の1945年に軍を除隊したワインバーガーは連邦裁判所判事の下でロークラークを務める。ロークラークの任期満了後の1947年にサンフランシスコの法律事務所に移り弁護士活動に入った。1952年にカリフォルニア州議会会議員選挙に立候補して当選し3期務める。在任中は 会員政府組織委員会の委員長を務め、主に州の水資源を管轄するカリフォルニア州水資源省の設置やカリフォルニア州水道プロジェクトの策定などに深く携わった。1958年にはカリフォルニア州司法長官選挙に出馬したものの落選するが、その後もカリフォルニアでの政治活動を継続し、1962年には 共和党カリフォルニア州委員長に就任する。1966年にロナルド・レーガンが共和党からカリフォルニア州知事選挙に出馬、当選するとワインバーガーは1967年に州行政管理、経済委員会委員長に、翌1968年には州財務長官に任命される。1970年には連邦政府に移り、リチャード・ニクソン政権において、 連邦貿易委員会委員長に就任する。さらに同年に行政管理予算局副局長に転じると、1972年には同局長に昇格し、1973年には第10代アメリカ合衆国保健教育副市長官に任命される。リチャード・ニクソン大統領辞任後はカリフォルニア州に戻り、地元企業のベクテル社の副社長などを務めた。 国防長官時代1981年1月21日にロナルド・レーガン政権が発足するとワインバーガーは国防長官に就任した。ワインバーガーは軍務に就いた以外は国防、安全保障分野に関する経験は皆無に等しかったがワシントンでは有能な実務家として知られていた。行政費用を大幅に削減した際にはそのラツワンかぶりから キャップ・ザ・ナイフの異名を立てまつられていた。ワインバーガーは、レーガン大統領とともに、アメリカ合衆国に対して、ソビエト連邦が重大な脅威を生み出していると強く、確信し、共に、大祖教講論を主張した。そして、軍備増強と軍の近代化の推進を主導していく。キャップ・ザ・ナイフの異名が偽りかのごとく、国防長官に就任したワインバーガーは、レーガノミックスによって、 他の省庁が予算を削減されていく中で、レーガンのアメリカ軍増強政策に補調を合わせる形で国防予算を膨張させていった。国防総省の内部では即応力、維持能力及び近代化が合言葉となっていった。国防長官在任初期の数年は、ワインバーガーは巨額の国防予算を軍に注ぐ、キャップザレードルとして知れ渡った。国防長官として、 アメリカ軍の大規模な再建を特例し、ワインバーガーはアメリカの核保有量の一層の増加を後押しした。さらに一般に、スターウォーズ計画の名で知られた戦略防衛構想を強硬に主張した。レーガンとワインバーガーが実行したアメリカの大軍拡は巨大な経済的、軍事的圧力となって悪の帝国のソ連に向けられた。 ソ連はアメリカに対抗する軍拡を実行するには、あまりにも社会主義システムが停滞し、ミハイル・ゴルバチョフによるペレストロイカの開始を迎える。このことが冷戦終結とついにはソビエト連邦の崩壊につながっていった。東西冷戦崩壊と国際秩序の変化はもたらされたが、その代償は双子の赤字に代表されるアメリカ経済の疲弊であった。 1986年11月に、レバノンの新聞、アルシュラーシによって、アメリカが、密かに武器をイランに売却したと報道された、イランコントラ事件である。ワインバーガーはイランへ、対戦戦車ミサイル売却に関与していた。その後武器の売却に原則として反対したと、弁明するが、事件の真相を求める圧力と、国防予算の成立を前に、 1987年11月23日に夫人の健康状態を理由に国防長官を辞任した。しかし辞任後のワインバーガーは特別検察官に指名されたローレンス・イー・ウォルシュによって起訴された。ワインバーガーは依頼コントラ事件においていくつかの重罪素因が存在したとして特別検察官によって形式起訴を受けたが、 1992年12月24日にジョージ・ H.W. ブッシュ大統領によって恩赦を受けた。ワインバーガーは一人の大統領に仕えた人物としては最長の6年10ヶ月にわたって国防長官に在任した。辞任後の1989年にホーブーズ氏の発行人となる。1993年に会長に就任。その後10年以上にわたり国防を 安全保障問題について積極的に発言した。1990年代には国防長官時代を解雇した平和のための戦いを執筆したほか、1996年に冷戦終了後のアメリカ軍について記述した次の戦争を発表した。ワインバーガーがこれらの著作を発表したことに対しては、レーガン政権時代の同僚たちから批判が上がり、 出版後に接触を拒否する者も現れた。2006年にメイン州マウントデザート島に滞在中に病に倒れ、3月28日にメイン州番号の病院で肺炎による合併症のため死去した。88歳であった。同日にジョージ・ w ブブッシュ大統領はアメリカ軍を強化し、冷戦を勝ち取るために尽力したとステートメントを出した。 ドナルド・ラムズフェルド国防長官も記者会見で冷戦に勝利する中心的な役割を果たしたとワインバーガーの死を悼んだ。2006年4月4日にアーリントン国立墓地に埋葬された。ありがとうございます。